さあ、静香ちゃん行こうか。はいよ。今日は9月の9日、今朝の時間です。めっちゃ天気がいいですね。久しぶりにものすごいいい天気でも涼しいですね。すっかり秋のように涼しくなりました。暑くないです。朝顔見てください。これもう全く花が咲かないです。終わってしまいました。朝顔ここ1週間ぐらいずっと寒かったんでもうダメですね。静香ちゃん何見てんの。静香ちゃんいつも夜ですね外に連れ出してますんで、最近は公園に行くんで明るい時に出たのは久しぶりだな。1週間ぶりだな。休みの日はまあちょっと散歩に連れて行かれるんで。静香ちゃんなんか匂いを嗅いでますね。静香ちゃんが今食べてるのは竹ですね。竹の芽ですね。しずかちゃん竹の葉っぱが好きです、ね、のび太くんもそうですけど。美味しかった。こうやって静香ちゃんですね、あちこち匂いとかですね、嗅ぎながら家の周り歩きますね。のび太くんはこういうことしないです。一直線にぐるぐる歩いてるだけですね。今食べてるのは雑草の方ですね。手前側は竹なんですけど、竹の葉っぱはあまりにもですね、でかいんで、こっちに生えてる雑草食ってました。これひまわりですね。結局花はまだ咲いてないです。こんなに曲がっちゃってます。倒れかけて虫に食われてるし、葉っぱ枯れてるし。見ちゃった。みーちゃん、そっち降りちゃダメよ。降りたらダメよ。隣のお家だからね。こっち来て、よし、はい、塀の上乗りたかった。落っこっちゃうからね、君。向こう行ったら捕まんなくなっちゃうから、ダメだよ。これさくらんぼの木ですね。もう完璧に枯れました。葉っぱ一枚もなくなっちゃいました。
やって昼間の散歩はですね、家の建物の周りを一回りぐるっと回るだけですね。道路とか出ると人が来る、ビビっちゃって危ないですね。パニック起こし。こいつはですね、昔タマちゃんっていう猫を20何年生きた猫を飼ってた時なんです。猫用の出入り口を専用につけました。家を建てた時にですね、タマちゃんここを使ってですね、出入りしてました。これはなかなか優れもんでですね、うちの猫だけが出入りできる、ドアですね、専用のキーが首にぶら下げて、そうするとうちの猫ちゃんだけが出入りできると。これはウッドデッキの泥側の部分です。外に出るとこの家の前でゴロゴロしますね。みーちゃん、今日は鳥も鳴いてないですね。いつもね、鳥が鳴いてるんですけど、なんか急に猫が、虫がすごいね。何じゃあ、蝶々か。家の中だと虫が全然いないんで、たまに外に出てくるともう虫とか追っかけて。みーちゃん、うちダメ。じゃあ行くよ。ゴロゴロしちゃった。